裸の人になんか切ないって言われちゃったよ。つら。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで早速、マンション見てこう。さて、とりあえずハートマークはない。友達マーク。お、ねえ、喧嘩。リボちゃん、メイちゃん、どっちも喧嘩やないかい。入ります。私、珍しく怒ってます。どうしたの？誰と喧嘩？のりちゃん、あれ？ってことは、待って、メイちゃんじゃないんや、相手。仲直りして。うんうん。それじゃあ、紅茶でも飲んで。はい、ほっと一息。どうすか？お、結構美味しかった。よかったよかった。うんうんうん。あれやね、お腹いっぱいになったけん、ちょっと、穏やかな気分に。あれや、なんか、お腹がいっぱいになって、満たされとる状態の時って人ってなんか、相手からのお願いとか聞き入れやすいみたいな、心理学で聞いたことあるけど。でそういう感じじゃない？ちょっと穏やかな気分になったんやね。この間はごめんなさい。許してあげて。てか結構身長高かったよね、のりちゃん。こちらこそごめんなさい。お、よかったー。うまくいきました。ありがとうございます。いえいえ。仲直りできました。よかったよかった。お礼にこれもあげます。実用品オルゴールをもらいました。ありがとう。この島は旅人から見てどんな島に見えているのか心配です。きっといい島のはず。きっとね、みんな仲良しで。あ、いやでもなんか最近ちょっと喧嘩多いけんな。はい、それじゃあめいちゃん入るよ。ねえ、なんかもう毎回毎回めっちゃ喧嘩しよる気がするよ、みんな。そんなに意外ですか？まあでもめいちゃんそんなに怒るイメージなかったけど、誰相手？ゆうなちゃん。まあほら落ち着こう、仲直りして。このイライラも沈めてください。うんうん。それじゃあ、はい、紅茶でもどうぞ。2人とも紅茶で落ち着いてくれるかな。どうすか？すごく美味しかった。よかったよかった。好物1位になったやん、紅茶。仲直りしてこようと思います。いってらっしゃいまし。なんか個性的な組み合わせやな。私がやったんやっけ、あれ。じゃなかったら誰やねんって感じやけど。どうすか？だってあれ、カウガールの服にさ、麦わら帽子やろ？どんな組み合わせやねん。テンガロンハットに白やって感じやけど。あ、どうすか？こちらこそごめんなさい。おう、よかったよかった。うまくいきました。ありがとうございます。いえいえ。仲直りできました。よかったよかった。お、レベルアップ。さて何がいいかな。犬レンタル券。はい、どうぞ。道具、犬レンタル券をプレゼントしました。お礼にこれもあげます。ほいほい。実用品、ミシンをもらいました。ありがとう。なんでもうまくいくって思っちゃいます。そういう風に思っとった方がうまくいきやすいとは思うけどね。お、二人で仲いいね。新婚さんやし。はい、それじゃあちょっと、一軒家の方も。なんだなんだ、誰だ？ちょっと来てもらえますか？ほいほい、どうしました？あ、シリちゃんね。なるほど。どうしてこのタイミングなんだ。とりあえずほら、一緒に住んでいてくださいまし、みんな。誰かが引っ越すまで少し待つことにします。キングはいつまでその服装なんだ。はい、それじゃあ一軒家。お、ハートマークあった。ケンくん、リンちゃん。はい、お呼び出しします。お、この夫婦にまた子供ができる？どうだろう、いいと思うよ。私とケンの間に子供がいたら、と想像したりします。ですので。もちろん。ことは次はケン君、リンちゃんのところにまた子供ができるのか。ほいほい。実用品、毛染めスプレーをもらいました。ありがとう。この夫婦もだいぶ長いよね。うん、それでいいと思う。でもその人がなんか悪口を言わんようにこう導いてあげれたらもっといいと思う。どうぞ。どうすか。結構美味しかったようです。お、よかったよかった。ほい、そうして。お、友達マーク。喧嘩では。ここでは分からんのか、喧嘩かどうかは。でも2人で料理しよるってめっちゃいいやん。みのりちゃん何切りようかよく分からんけど。はい、あきゆんくんを呼び出します。あー、手元ちゃんと見て。あゆなのそっくりさん、お久しぶりです。あ、でも喧嘩じゃなさそうやね。よかったよかった。みくるとは合わないと思っているのですが、みくるちゃん。私とみくるのことをどう思いますか？みくるちゃん。どの辺？みくるちゃん。合わないかも。まあ、それはしょうがないね。自分でそう思ってるんならしょうがないよ。もらったラケットで壁打ちをしてみました。私、テニスの才能があるようです。お、マジで意外と。ああいう風に答えた後は一体どういう風になるんかな。別に変わらんのやね。合わないかも以下はないってことかな。でも嫌いとかなかったっけ？はい、エビチリでもどうぞ。いただきます。ほいほい。さあ、どうすか。まあまあ美味しかった。よかったよかった。なんかもう一つ友達マークあったよね。住宅街の方に。お、あったあった。はい、ともやくんとのやりちゃん。ともやくんをお呼び出しします。どうも。こんばんは。こんばんは。どうしました？ともちゃんと仲直りしたいです。おう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 。前回のね、喧嘩の仲直りして。ともとも同士。もう最初から仲直りしとけばよかったのにね。こんな女の子、可愛い女の子を悲しませて。やっぱり、こっちこそごめんなさい。許しません。仲直りしませんか？ってなったらちょっと辛いけど。はい、おー、よかったよかった。これからちゃんと仲良くしてね。うまくいきました。ありがとうございます。いえいえ。仲直りできました。よかったよかった。お礼にこれをあげます。ほい、なんでしょう。実用品スライドパズルをもらいました。ありがとう。よたは心の友です。心の友と書いて親友、いいと思うよ。かけがえのない人、いいね。それじゃあ、クレープでも。どうぞ。いただきます。ほいほい。久々にクレープ食べたいな。どうすか？え、クレープ美味しくない？マジで？私めっちゃ好きなんやけど。あれかな？中身がちょっとよろしくなかったかな。知らんけど。だいぶ増えたね。この一軒家が。ハートマークは増えてないっすか？なかなか増えないね。で、ちょっと、みんなに募金を募りたいと思います。はい、みんなじゃん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 入れてってください。今日は 27,100 円集まりました。ありがとう。ほい、そして、夜市。お客さん、運試ししてみない？してみます。いらっしゃい。はい、福袋1袋 5,000 円で。1つ目の中身は服、ハムスターセットが入っていました。この色かわいい。いいね。2つ目の中身は食べ物、ぜんざいが入っていました。ぜんざい食べれないからな。あれって浮いてるのは何？餅？お団子？3つ目の中身はお宝、折り鶴が入っていました。もう鶴の折り方もすっかりと忘れてしまった。小学生の頃めっちゃ作りよったけど、なんか広島に修学旅行で行くときに、あれやね、広島平和記念公園で、なんか、貞子さんの像の近くに、なんか、千羽鶴折って持って行ったような気がする。はい、それじゃあ、今日も歌の歌詞を送ってきてくれた人がいるので、聴いていきたいと思います。今回はね、ソロの曲で、歌ってくれる住人さんは、あれどこや。歌ってくれる住人さんは、どこ行った？あ、はい。ミネットさん。ミネットさんで、ラップの曲です。で、あゆなさんハッピーバースデー！ありがとう。ありがとう。嬉しい。ミネットさんのミーが歌ってくれるっていうのがね、まあ、ドグーマンやけど。嬉しいね。あゆなさんの誕生日。お誕生日おめでとうございます。いつも面白い。どうなありがとうございます。これからも YouTube 頑張ってください。頑張ります。頑張ります。ありがとう。嬉しい。はい、なんかもう1年あっという間やね。めちゃくちゃあっという間やね。だってもう、この2、3年ぐらい、ポンポンってもうなんか続けてお祝いしてもらえよる気がするもん。はい、それじゃあ、ミーニュース見てこう。こんばんは。7時のミーニュースをお伝えします。お願いします。お掃除評論家、床ゴロゴロ掃除法。床ゴロゴロ掃除法が話題です。久々じゃない床ゴロゴロ掃除法。長年掃除を研究してきた千早さんによれば、この掃除法は汚れても世の中にさ、まるまる研究家みたいなめっちゃいっぱいおるし、何々評論家とかいつも思うんやけど、ああいうのってさ、なんなん自分から名乗りよ。ね、ちょっとよくわからんねよね。裸で映らないで。裸でカメラの前に立たないで。ありがとう。裸の人になんか切ないって言われちゃったよ。つら。はい、それじゃあ。サナさん、噂をすれば。一緒に遊びませんか？はい、遊びましょう。食べ物お宝シルエットクイズ。シルエットに表示されたアイテムは何なのか、3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな？はい、スタート。シルエットクイズ第1問。第1問。これは何でしょう？宇宙食。答えは宇宙食でした。美味しいんかな？どうなんかな？シルエットクイズ第2問。第2問。ででん、これは何でしょう？宇宙食まずいって聞くけどね。ココナッツ。答えはココナッツでした。シルエットクイズ最終問題。最終問題。ででん、これは何でしょう？さくらんぼ。めっちゃわかりやすいやん。さくらんぼでした。なんかさくらんぼのヘタをなんていうの、口の中で結べるみたいな、そういうのなんか聞いたことがあるけど、絶対できんくない？ね、どういう器用すぎ。だけあげます。周りにもそんな人おらんけど、実際にそんなんできる人おるのやばいよね。はい、一番小さいの。お宝アロマキャンドルをもらいました。ありがとう。昨日、DINO124 のことを間違えて先生って呼んじゃいました。でもなんとなく先生っぽいやん。なんかさ、あれやん、糸目系やんか、千野さんって。ちょっとなんか悟り開いてそうじゃない？先生。どうすか？あんまり美味しくなかった、マジで。エスカルゴ美味しくないんかな？食べたことないけど。でも、サザエのつぼ焼き的な感じと思ったら美味しいんじゃないかなと思うんやけど。はい、それじゃあ、ふなさん、入ります。ふなさん服装ずっとおしゃれよね。こんばんは。こんばんは。新しいインテリアが欲しいです。お、マジで？どういう感じのとこがいいかな？おしゃれな感じのところがいいなって思うんやけど、個人的に。しかしおしゃれな感じの、貧乏だったわ。貧乏だったわ。英国庭園スタイル。こういうところが合うかなって感じかな。いらっしゃいませ。ふなさん。お買い上げありがとうございます。10万もするのか。ありがとうございます。はい、それじゃあこれをふなさんに渡しましょう。はい、どうぞ。しいインテリアをありがとうございます。いいえ、とてもいい部屋で気に入りました。よかった。ところで部屋を見ていきますか。見てく。どう？いい感じ？絶対手入れめんどくさいけどね。これがすべて本物の花であるなら。ふーむ。大事にします。大事にしてください。キャンディーの歌声も聞いたのですが、上手でびっくりしました。キャンディーさん確かにうまそう。普通に歌うまそう。はい、鮭のメニエルどうぞ。いただきます。どうすか。すごく美味しかったようです。お、よかったよかった。レベルアップ。なんか好物もちょっとおしゃれなんよね。酢豚、生ハム、鮭のムニエルね、おしゃれやろ。はい、それじゃあテニスラケットどうぞ。道具、テニスラケットをプレゼントしました。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、ってことで近々、今度はりんちゃん、けんくん夫婦の子供がまた生まれてくるということで、楽しみやね。